はい、どうも社畜です。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひね、この機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、本日ね、話していきたい内容としましては、島クリエイターについてですね、今更感が半端ないんですけど、こちらの動画、まだ投稿していなかったので、投稿していきたいと思います。ちなみにこの島クリエイターなんですけど、こちらライセンス制になっておりまして、あつ森で、初めて登場した新機能になっております。だからまあ飛び盛りとか、あとは過去の道盛りシリーズでは存在しなかったんですよ。で、この島クリエイターを取得することによって何ができるかというと、無人島全体をレイアウトできるという、本当にね、やべえ機能なんだよね。やばすぎるみたいな。次に、島クリエイターの使い方なんですけど、画面見ていただいたらわかると思うんですが、工事のマークがあると思うんですよ。これをポチッと押すと起動します。これがね、島クリエイターですね。次に、島クリエイターで具体的に何ができるのか、そこについて話をしていきたいと思います。で、具体的にはですね、地面を自由に舗装することがまずできます。これによって人工的なんですけど、獣道も作ることが可能みたいで、相当ね、自由度が高い作品となっております。あとはですね、こちらの画像のように、滝を作ることもできるみたいで、相当すごいですよね。人工的に滝も作れるって、なんかもう、これ何のゲームみたいな。多分過去の道盛りしかやったことない人からしてみたら全くの別ゲーですからね。まあとりあえずね、こういったこともできますっていうお話でした。あとはですね、河川の工事や崖の工事もできるんですよ。まあ簡単に言うと、川を作ることができるという話ですね。やばくないか。川を作るってどういうこと？あとね、画像としては映ってないんですけど、どうやら池も作ることができるみたいです。いや、本当にすごいよね。あとは崖を作ったり、埋め立てたりとか自由にすることもできるので、本当にね、島全体をクリエイトできるんだなと実感しますね、そこで。はい、まあそういった感じですね。やはり過去の道盛りシリーズと比較すると、全然違いますよね。なんかもう別ゲー状態ですから。ただその反面ものすごく楽しみですね。本当になんか自分の作りたい島、自分の理想の国を作れる、そういった環境が整ってるので、そういった意味だと本当にね、素晴らしい作品だなと思いました。はい、ということで本日の動画この辺りで終わっていきたいと思います。これからもあつ森の最新情報であったりとか、話題になってるニュースを取り上げて動画にしていきますので、ぜひぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。